はいどうもみなさんこんにちは、寛です。ということでね、あの、まあ、なんでこの画面で動画が始まってるかっていうと、まあ、多分タイトルとかもなんかこんな感じだと思うんですけど、ま、あ改めましてチャンネル登録者1000人ありがとうございます。いエイま、ああのね、順調にね、毎日10人、20人と登録者を伸ばしているわけですが、ま、あ非常にありがたいですね。はい。この手元動画もこの伸びると思わなかったんでね、あれなんですけど、 もう初めの方とかかひどかったですよサムネとかもさ結構当時は頑張ったつもりやってんけどやっぱ違うよな見てこのめちゃめちゃ頑張っとってんで、ね、この中野ミク手塚ドロップより強いとかなんかめっちゃ頑張ってたつもりやけど全然良くないでこれとか俺的にはこれ結構自信作やって中野ミクを使うにあたって大事な3つのことみたいなこれとか見たら見てはいどうも低評価の方が上回ってね,ねやばない <laughs> 動画そんだけ良くなかったっていう感じかなそうすると比べて今はね結構ね高評価率が高いわけですよ呪断が多分結構高いですよほら87に対して低評価5しかついてない感じでね、まあ、これはまあ私的には結構画期的なやつやったんでねあれなんですけどほ、まあ、本当に非常にありがとうございますっていう感じですねはいあとねあのー、何これがなんか見れるやつなんですけど 何動画作ってる人がねこれヤバくないですか <laughs> 男女差がすごくないですかほぼほぼ男の力だけで支持されておりますなのでねあのもしよかったら女性の方もっと見ていただけたらなと思います <laughs> まあこの動画もねあんま女性の方見てないと思うんですけれどもまあ男性もウェルカムなんで全然 <laughs> いやほんまにありがたいことですね。ただね、見てください、これ。チャンネル登録者の総再生時間っていうのでね、チャンネル登録済みの人が14.9%しかいないというね。ってことはですよ、1万人ぐらいの人が私の動画を一度は訪れてるってこと。あ、じゃあ、1万人ぐらいがもう再生してるんか。なんかそういうことになるじゃないですか、多分ね。だからもうすごい ありがたいことですね、まあ、だからまだチャンネル登録してない人はしてほしいなっていう感じですねはいこんなの再生されてんのに14パー14.9パーしかチャンネル登録してないのはちょっと悲しいですね <laughs> これ見てください皆さんのおかげで1000人超えたおかげで好きなことでお金を稼ぎましたえ非常に嬉しいです <laughs> いやマジで 9円ですようまい棒は買えないですけど <laughs> 好きなことでねお金が稼げたということでね、まあ、いずれはね、まあ、交通費ぐらいは払えるぐらい稼げたいなという感じなんですけれども <laughs> そんな感じでは、まあ、ね稼げたらいいんですけど、まあ、どうなんですかね <laughs> てな感じでは、まあ、今からあの何私のおすすめの動画とか人気の動画をまあ何見ていくんで。 まあよかったらあのそれ再生とかしていただけたらすごいありがたいですまあ私の動画で、まあ、人気の動画っていうやつですね、まあ、順位形式にこう書かれてるんですけども、まあ、一番再生されてるのはもうこれエレン倒す方法ですね、まあ、強いというのは勝てないんですけどっていうまあやつですね、まあ、この時はエレンがすごい脅威だったのですごい再生されましてね、まあ、私的にはまあ再生めっちゃされて嬉しいのはこのギガスループスジュダとかね あとはこの第100回タワーエンブレムを使って初手で相手を圧倒するも、まあ、これも結構いい考えだったかなと思いますあとはこれですね私が一番好きなのはこれ4打球で正装打ち相手をボコボコにするってやつですねこれがもう俺的にはもうベストでしょうねベストでしょうこれちょっと,あと組み合わせると強いキャラとかそうですねあとはまあ N で巨人ループ、まあ、これも結構強かったんじゃないかなと私的には結構衝撃でしたね まさかループすするとはとはいう感じです、ね、ほんでまあこれはイベントやからそんなやねなんでねあの下にリンク貼っとくんで、まあ、まだ見てないよとかちょっと気になるなって人は、まあ、見に行っていただけたらなという感じですねはい、まあ、これが私の人気順っていう感じですねあの知ってる方も多いと思うんですけど私ツイッターやってるのでよかったら。 まあフォローとかしていいたただけけらななう感じなんですけど、まあ、どんな感じのツイートをしてるかというとまあ非常に面白,くの面白くもないツイートと、まあ、面白いツイートがありますねはいまあ自分で言うのもあれなんですけどねまあだから面白くないツイートっていうのはこういう「ただ買ったよ」っていうツイートであとはこういうお知らせみたいなやつもたまに自分が気になったやつはするかなって感じそうあと質問とかもたまにツイートでする。 ほんでまあ面白い系のツイートはこういうやつでね <laughs>。まあ巨人が飛んでるやつにマリオの合間をつけただけのまあ3秒だけの動画なんですけどまあ結構楽しめているかなっていう感じです。はい。まあ50枚初めて溜まったよみたいなみんな結構祝福してくれて嬉しいですね。ほんで躍動感あるツイートしたみたいなほんまにこんなばっかり。ほんでたまにあの YouTube のアレンも載せる感じやね。 うん、あとはまあチャーハン作ったよっていうツイートとかまあほんまにそんな感じやねあのつい最近結構「いいね」言ったやつがあるね420「いいね」とかまあね、まあ、こんな感じで、まあ、ツイッターもやってるのでえっと「キャンシロ手に」って調べてくれたらまああれっすよ 私のアカウント見つかるのでよかったらフォローとかしていただけたらなと思います私はこれを非常に訴えたいこのさ何接続が切られるんすよタワーとかやったら相手の名前とか見れないじゃないですかタワーとかやったらねでも何イベントとかはこの試合前に相手が見えるわけですよほんだら私がこんなキャラゲーしてるってのもあんねんけど あの接続が切られるんですよ、ね、もうこれに至ってもう3回連続切られましたからね <laughs> いやほんまにこの仕様なんでタワーでは見せへんのにさこのイベントとかでは見せるんかなっていうこういう私の嘆きですよほんと文句も叫ぶぐらいの嘆きですよはいこれまた同じ一てやったんですけどねまた切られるっていうね非常にだるいのでねこの時間がもったいないので非常に あの運営さんにあれですねあの改善してほしいなという願いです。はいえーと今から流す動画はですねあのーまあ、3日前ぐらいからずっと毎日あのこのこ何応援ルーレットの検証をしてていい感じのを見つけたいっていう動画です。どうぞ あのほんまに前出した応援ルーレットはすごい闇やなって言うてたんですけどねあのここまあ、今日3日目ですこのやり方を試してからほんでここ2日は100ポイント取れてます100ガチャポイントねだからねこの今取ってる時点でいけたらもう多分いけるってことなんでねまあ、みんなでシェアしていこうかなと思ってますはいこれだから上がってるってことは成功したってことなんではい見ててくださいコツはこの100がこの右のこここの今10ガチャポイントがあるところに来た時に めちゃめちゃ連打するあちょ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 ,ちょあ待って待って自然に止まるやめてああ <laughs> いやまあ余裕やからはっちょちょ指が反応するあっいけたいけたほら言うたやろう <laughs> ちょっと不本意な結果やけどもほら5回でいけたからうん <laughs> てかなってな感じでみんなまあ一応試してみてなんか何も考えずにやってる人はとりあえず はい、3日連続取れたんでねこれで。ってことでバイバイ。まあねこんな感じでね、あのー、3日連続100取れとったんですけどあのー、今日ね試したらねなんかルーレットの感じが変わってたんですよ。あのねこれ2回しか引いてないんですけどめちゃめちゃ止まるんですよびっくりするぐらい。これめっちゃ止まるからみんなは。 あの多分今日からまた変わったんやと思うルーレットの感じがもうほんまに手前に100が来た時に連打しすれば取れると思うわだからみんなそれだけまああれみんなに報告何お知らせ <laughs> 有益な情報をみんなにシェアしたいなって感じでした今はほんでねまああれですねまあこれからも動画いっぱい作っていくので毎日投稿もね全然していこうと思ってるんでね あのー、何企画とかね思いついたあればあのコメ欄とかにやってくれたらすごいありがたいですし、はい、っていうのとね、あのー、コメントとかも結構僕返してるんですけどあのたまに漏れてしまってる方は本当申し訳ないですなんかね何「キャンやでわら」みたいなつけへんかったら俺の通知がこうへんっぽくてこうへんっぽくて。 だから、あの俺、毎回コメント漁あさりに行くねんか、でも、それでも漏れてしまう人おるから、それは、ほんま、申し訳ないんだけど、まあ、それはちょっと許してほしいなって感じです。はい、どうしても気づいてほしかったら、キャンヤでわらを文頭に置いといてくれたら、多分私に通知が来て、あの返信することができると思うので、はい。ってな感じでね、まあ、これからも応援よろしくお願いしますという感じの動画でした。まあ、非常にね、面白くない、全く面白みのないね、動画なんですけど、まあ、この夜中3時に撮ってるんで、 あのまあよかったらこれからも応援していただけたらなと思いますということでご視聴ありがとうございましたそれではまたお会いしましょうバイバイ。